はい、私は死後はた墓から手が伸びてきて録音ボタンを押しますよ。<laughs> えっとね何て言いますかねまあ空想のその字で「思う」と書きましょうか相手の心とも読めるんですけどもまあ空想をするにねいろんなことが考えられるんですけども私の死後墓から手が伸びてきて録音ボタンを押すあの、レックボタンをねスタートすると思うんですよ。 あちなみに、スタートレックっていう映画があるじゃないですか。スタートレックってそのまんま日本語訳すると、録音開始。録画開始って意味ですよね。<laughs> 記録開始か。面白いですよね。うん、まあ、色々考えると面白い。想像すると面白いんですけどね、空想するとね。で、石油が、まあ、ずっといつまでも取れるかっていうと、まあ、取れるでしょうね、これはね、実は。あの、石油ってある程度地下を掘らないと取れないんですけども、どちらかというと、 地下を掘るテクノロジーが今ないんですよ確かね地下2キロまでは掘れたことがあるんですけどそれ以上はまだね人類は掘れる技術がないんですよものすごく圧力が高まっていって掘れないガチガチになって硬くて掘れないそうなんですよでも掘るとその下に堆積してる石油の、まあ、水脈といいますかねそういうのにはぶち当たるっていう研究もあるそうなんで掘れば掘るほど出るそうなんですよねプラス、あのー、海洋ですよ海あの海、ー 地表を掘るならまだしも海の底を掘る作業ってのはあんまり進んでなくて特にマリアナ海峡ってこういうふうにねマリアナ海溝こういうふうに斜めになってるんで斜めに掘ることができるそうなんですけども水圧の問題とか海流の問題でちょっとずっと掘れなかったんですけども今はね、あのー、そういった海流とか水圧に耐えるそういったテクノロジーもあるのでちょっと日本海域で石油が取れるんじゃないかなと、うん、なんか莫大な埋葬量らしいですよ今まで手付かずだったんで。 こういうのも研究で分かってきて未来を想像する一つのヒントになるのかなと思いますよね。でこういうふうにね大きなことを想像するのとプラス自分の人生をちょっとね想像してみるといいと思うんですよ。どうせダメだろうって想像するのかいやもしかしたらできるかもって想像するのかだけでも、まあ、ミッションがだいぶ変わってくるんですよねモチベーションが。うん私はいや多分そうなるんじゃないかなみたいなね自分の人生の楽観論ってのはあるんですなんとかなんじゃないかなとかねこのままいけるんじゃないかなもうちょっと進んでみるんじゃないかな。 でまあ、なんなきゃなんないでいいかどうせ想像したことが外れただけだからみたいなねそのスタンスが今日に結びついてるのかなと思うんですよだから空想力って大事だなと思いますけどね。